イクチオステガは、約3億6700万から3億6250万年、前に生息していた原始的獅子動物。かつては、最初の獅子動物と言われていたが、現在では、より古い時代のより資源的な形質を示すものとして、オブルチエビクティスやエルギネルペトンといった、種の存在が明らかとなっている。イクチオステガの化石は、グリーンランドで発見された。 彼らが生息していた当時のグリーンランドは赤道直下付近に位置していたと考えられている。学名は頑丈なバラ骨を大いに例えギリシア語のエクサスとステガス。頭骨の株イクチオステガのイラスト1932年グリーンランド東部にあるデボン気候期の地層から発見されたイクチオステガの4つの種とイクチオスチガプシス属のアイウイマニーが スウェーデンの古生物、地質学者、グンナルセベセダーベリによって記載された。これらは、頭骨の大きさ、点、骨のパターンについて違いがあるものの、形態学上の、はっきりとした違いは見られないために、シノニムとすることができる。これらの比較は1931年に、デンマークの探検隊が、グリーンランド東部で発見した14点の標本について行われ、 1933年から1955年の間にも標本が追加された。体長約1から1.5メートル。アカントステガに比して、より魚類に近い頭骨を持つものの、死体、死死、脊椎は、より頑丈であり、陸上生活に比較的向いていた。また、重力から内臓を守るために、あばら骨がかなり発達していた。しかし、 その作りの頑丈さゆえに、体が重すぎること、鬼、肉貴類のようなヒレを持っていること、などを根拠に、陸地を捨て川、陸上を歩行するのは増えてだったと考えられている。ただし冒頭で述べた通り胴体は、陸上の環境に適していたため、獅子の構造も合わせて、原生のアザラシのような動きで水辺を這い回っていた、可能性が高い。 しばしば人間同様の五本指で描かれることが多いが、実際には、後ろ足だけでも七本指であった。なお、陸生脊椎動物の祖先と言われているが、最近では、直接的なつながりはないとの異論も唱えられている。デボン気候機の脊椎動物の種形成。エウステノプテロンのようなヒレを持った魚の子孫による適応の順序を示す。 シーラカンスのようにヒレを持った魚も、また子孫に含まれる。人間との比較随口をステガやアカントステガのような、初期の獅子動物は、エウステノプテロンやパンデリクティスのような肉絆の、魚よりも、陸上生活に適応していた。肉絆の一部であるソウヒレ類は灰を備えていたにも、かかわらず主にエラを使って、酸素を取り込んでいたが、 イクチオステガは肺に頼っていたと思われる。その皮膚は、総ヒレ類には似ておらず、体液を保ち乾燥を防ぐ助けになった。総ヒレ類は、ヒレでバランスを取りながら、体と尾を使って移動していたが、イクチオステガは獅子を使って移動し、尾でバランスを取っていた。成長すると1.5メートルに達する体は、陸上で移動するには大きな妨げとなるが、幼い頃は、 ずっと簡単に動くことができた。がっしりとした胸郭は重なり合ったあばら骨から構成されており、頑丈な骨格と強固な背骨を持ち、体を水の上に引き上げることのできる前足を持っていたと考えられる。これら解剖学上の変化は明らかに浮力に乏しい、陸上での生活に適応するためのものである。講師は、 全種よりも小さく、大人の全体重を支えきれそうにない。ジェニファー・クラックは、イ地を捨てがと、その金年種は、現代のガラパゴス諸島に生息する、ウミイグアナやインドのガビアルのように、日光浴によって、体を温めることに時間を費やし、体を冷やしたり、食事や繁殖を行うときは水中に戻っていたのでは、ないかと唱えた。この説では少なくとも、 頭部を水の外に出すための強い前足を持ち、頑丈な胸郭と背骨は現代のクロコダイルに見られるような腹部の日光浴をするための助けとなった。幼い頃の優れた運動性は水中の捕食者から陸上に逃れるための助けとなっただろう。初期の獅子動物のゲル状の卵は水の外では生きられないため、依然として水は必要だった。 妖生や体外受精にとって水は必須であり、水なくしては生殖そのものが起こり得ないため、陸生の脊椎動物は体内受精を発達させてきた。有用膜類や両生類の一部は生殖器を介して体内で直接受精し、イモリや山椒魚などが属する郵便目では、オスが地面に置いた製法をメスが拾い上げる方法で体内受精を行う者も,もいる。 エルギネルペトン、アカントステガ、イクチオステガなどが属するイクチオステガメは、陸上を歩くことに適した、両生類である分子イメやスミリウメへと受け継がれた。イクチオステガメと、分子イメ、スミリウメの間には、ローマーの空白と呼ばれる2000万年のギャップがある、ことが知られていたが、3億5000万年前の、 石炭紀前期に生息していたペデルペスによってこのギャップが埋められることが2002年に示された。ペデルペスはこれまで知られる限り陸上で移動する最古の獅子動物である。ありがとうございます。